はよう。おはようございます。やら遅かったやん。はい。ちょっとすみません。いろいろしてたっすね。いろいろしてた。いろいろ。作業いろいろしてた。服部緑地は、うん、あの、封鎖されてて、うん、今使えない状態になってるらしいです。うん、あ、そう。へぇ。だから今日が、まあ元々、元から今日、まあ、花園の予定やったから、まあ、よかったですけど、今日が仮に、豊中と服部緑地で、試合の予定やったら、うん、今日は、どうなってたかな。え、来週どうなの？来週は？来週は、え、どこでカレー食べるの？カレーどこがいいですかね。カレー、カジモン君食べへんけどね。そうなんですよ。多分ごめんなさい、もっと早くして、カジモン君とカレー食べに行くってやったのに。すいません。カジモン君が行きます言うてからさらに20分かかってたんや。どうしたんやろ。いいけど、これがカレー食べたから。どこで食べてきてほしい？カレーね、カレー。あ、もういいよ。はい、じゃあね、はい、気をつけてね。はい、バーベキューステーキカレー。お客様のご要望からできました。オニオンライスとカレーに人気のステーキが 100g 乗ったから 100g。 やべ、いやこれはすごい。こんなにね、辛いスパイシーカレーなんやけど、ステーキソースですごいマイルドになってる感じ。いやーすごいわ。これはこのカレーはね、やばい。おいしいし、なんかすごいとんがってる。いや美味しかった。めっちゃやばいなこれ。コメダに来たよ。ちょっと混んでそうやねんな。めっちゃ混んでる。なんとか座った。コーヒードリンクセットはええかな。お腹いっぱい。なんか回ってる。相変わらずね、お目玉は戦場的ですね。戦場的。お昼のフェーズと、これもうなんか爆弾ね。すごいっすね。アイスコーヒーください。アイスコーヒーバニラサイズで大丈夫ですか？はい、はい、甘みは入ってて大丈夫ですか？なくしでいい。甘みなしで、はい、はい、かしこまりました。お願いします。はい、失礼します。今日はね、手節大阪劣勢のようですね。うん、あ、マコリンが出てきてますけど、これは誰？わかんない。はい、記事を書きながら FC 大阪をつけてます。あ、マコリンだ。マコリンだ。大阪産業大学から。頑張れよ。ブロンクビリー。ブロンクビリー
これハンバーグ屋さんでしたっけ、ステーキ。まああれやね、なんていうの、びっくりドンキーとか、びっくりドンキーはハンバーグ寄りやな。あ、違う、あれ、あそこや、買う、違う、何やったっけ、何や、もう何でもええわ。あそこでね、ハンバーグ、忘れてしまった。ニホロボトの時間を近所にある。そう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 。あれあれ。あ、ここまでオープンはまだないか。まだオープンしてないな、いつやろな。美味しそうやな、厚切りステーキ。あいちゃん、号外ネットさん見たら動けんじゃん。情報が早い、号外ネットさん。情報が早い、号外ネットさん。なんか、あれやな。読者、号外ネットの読者の方は情報が早いですねって自分で書いてたな。号外ネットさんがあのスタンスでなんていうの、影響力のある情報を出し始めたら俺らもう勝てねえよ。信頼できる情報を出し始めたら、だから多分そこのコスト感っていうのが全然ビジネスモデル的に違うんやと思うねんけど、なんかあこれ信頼されるメディアになってしまったら俺らの出番ねえな。お、ローソンができる。ローソンができつつある。うまや。できつつ、5月14日。へぇ、すごーい。うまや。なんか、走ってると、それなりにいいことあるね。そうですね。あ、カフェもできてるよ。うん、お、すごい。いや、すごいな。暑いな。この辺、まあ、あんま来ないですもんね。そうだよね。僕らちょっと、この辺が一番弱いよね。僕もさ、はい、収益が始めた頃ぐらいって、はい、いろんなサイト見て、はい、とにかくなんかパクれることないかなと思ったわけですよ。あ、はい、とにかくなんかパクろうと思って頑張って、はい、でその中で、すごい参考になったのが滑覆のいい彼っていう、今もあんねんで、今もあんねん、今もあるサイトやねんけど、滑覆のいい彼っていう、はい、横浜の上大岡っていう駅の、はいはい、あら、どうしてくれんの上大岡っていう駅の周辺の店を、はい、もうほんま一軒ずつ入って回ってるサイトがブログがあってんやん、はい、多分彼氏が長野人ですごくよく食べるから、はい、いろんなとこ一緒に行って地元の店いっぱい行ってっていう、そういうほんとブログ、その行って、はい、許可なしで書くみたいな感じのもういやいや、それがまた文体面白くて、はい、すっげえ、もうなんせね、しらみつぶしに入ってるから、はい、もうな、面白いのよ。で、うちの弟と上岡住んでたけど、はい、うちの弟がもうこの店行くかって感じやで、これ喜んでてんやん、はい、それ見て、あ、俺もこれやろうと思って。うわー、雨めっちゃ嫌、ほむしなぁ。まもなくじゃないですか。間もなくですよ。間もなく。例のセブンイレブン。例のセブンイレブン。だから敷地内にセブンイレブンが2つあるってことですもんね。そうですね。なんか駐車場にできたって言ってますから ね。俺ら車止めるとこあるんやろかって今思いましたね。結構あれなんかツイッターで見ましたけど、バズってましたよね。なんかなかなか。だって、あれやもん、Google ニュースの東野さんのキーワードさ、はい、上から20位ぐらいまでそのニュースやった。もう全部。全部。全部。上位独占おかげでうちのニュース全然呼ばれてんなそういうことか。 PV 低いなーと思って、なんでよ PV 低いなーと思ってさ、はい、東小沢キーワードでちょっと調べてみたら、はい、上から下まで全部セブンイレブン。うちも変えたら上がると、うん、多分上がんねんでも書かない、うん、しょうもない話やんこれ。そうですね、うん、SNS のいいねをねたくさん取りに行ってるわけですよ僕らも。これ全く本質はならへんわけやん、こういうのって、はい、だからしょうがない話やなと思いながら、鹿島くんがどうしたか行きたいって言うからお、見えてきましたか。お、見えてきましたね。我々はこれ駐車車を止めることできるんですか。お、これが、あ、なんかあるっぽいけど、満車？あるっぽいけど満車かな。あ、警備員さんが立ってます。警備員さんが立ってますね、あらあら、あらあら、これどうしたいんですか。満車ですね。あ、でもこの子も出そう。これ出そう。じゃあちょっと回ってた。すげえ、めっちゃ、まあそうやわな。僕らちゃんと買い物したから、ちゃんとしたから、俺もコーヒー買ったから。はい、